NHK 学園高等学校は東京都国立市に所在する私立通信制高等学校。1962年10月に日本放送協会によって設立された学校法人 NHK 学園が運営している日本初の広域通信制高等学校。略称は公式サイトにもある N 学旧名称日本放送協会学園高等学校。 2018年4月に NHK 学園高等学校に改唱した。普通科には次の設置コースがある。最高の僕ら、作詞、松本隆作曲、畑本博である。2018年3月に開校55周年を記念して、休校科に代わって制作、発表された。杉並児童が主団の合唱により2020年4月8日から音楽配信され、 同月22日には日本コロンビアから CD 発売された。郵便番号186-8001東京都、国立市富士見台2-36-2学びア、編集、大阪、郵便番号542-0012大阪府、大阪市中央区谷町9-4のご将来的に学び屋を増設する構想がある詳細は NHK 学園協力校を 参照全国31カ所にスクーリングを行うための協力校があり、東京本校まで通学しなくても全国各地でスクーリング受講ができる。かつては協力校が全国の至るところに設けられていたが、在校生徒数の減少、交通網の発達などにより、近年は集約、広域化の流れが加速している。長野県、山陰地方、佐賀県など、 地元に協力校やスクーリング会場がない県も増えている。期間を集中して宿泊合宿によるスクーリングを行う会場が東京本校、大阪以外の全国5カ所にある。開設された2009年から2016年度までは E コースであった。開設された2011年から2016年度までは海外 E コースであった。開設された2004年から2016年度までは ドイットコースであった。一年次より本学で単位を滞りなく認定させている場合は、基本的に所属した曜日のみの出席で済むことになる。スクーリング会場等一覧、不登校でも高校卒業。通信制の NHK 学園高等学校。2020年1月23日閲覧。募集休止、募集停止のお知らせ NHK 学園4月。 NHK 学園高等学校が変わりました。これが効果か ?NHK 学園高等学校の振興課、お披露目学園 NHK、NHK 学園高等学校振興課、最高の僕ら貸し付き、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ、v=ea にズワックさん ru2018 年4月26日、閲覧。 最高の僕ら、インフォメーション、日本コロンビア2020年4月24日、閲覧。2020年事業計画2 2 0百6月28日閲覧。広域通信制高等学校の展開する、サテライト施設に関する調査結果、ネット学習集中コース多様な学習コース。通信制の NHK 学園高等学校。2020年5月8日閲覧。 ありがとうございます。